東京都は新型コロナの位置づけが5類に移行する前、最後のモニタリング会議を開き、専門家は当面は感染拡大が続く可能性が高いと分析しました。国は新型コロナウイルス感染症を5月の8日から5類に位置づけるということを公表いたしました。東京都の新型コロナの感染者数の1週間平均は5週連続で増加傾向にあります。来月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが5類になることに伴い、モニタリング会議は最後となりましたが、専門家は明日から始まるゴールデンウィークで人との接触機会が増加し、感染拡大の増加スピードが早まることに注意が必要としました。都は5類移行に向けて幅広い医療機関で診療できる体制を整えるとしていて、夕方の対策本部会議で今後の医療提供体制や感染対策について改めて都民や事業者に周知する予定です。